まあ、そのかつて の, あの厳しい条例であってももう OK ですというふうに言うていただいておるわけですから、今回のこれこの、まあ、努力義務の内容を具体化したようなぐらいの条例改正であればね、市内の企業の皆さんもご理解いただけるんちゃうかなというふうに思うんですが、市長として感触いかがですか。泉市長。はい、まあこのテーマにつきましてはもう何度も答弁しておりますけれども、明石市は SDGs 未来安心都市としてまさに進んでおりますから、経済環境社会の3側面にしっかり配慮したまちづくりというのが明石市の大きな方向性です。そういった中でこの条例につきましても3側面に配慮した条例が必要だと考えておりますし、検討会の結論も前回来てそういう結論でしたので、で先ほどご質問ありましたけど、まあ、こういう名詞言いませんけれども、大きな企業の、本当しかるべき方も当然ですと、今の時代に環境に配慮しないなんて考えられませんと言っておられましたから、それはまあしか その立場の方であればそれはそうおっしゃるだろうと思いましたし、まあ、すでに打診のあった別の企業の方も結構ですと言ってましたので、まあ、言葉あれですけど、今の時代をしっかりご理解されている企業であれば今回の条例は当然賛成だと思いますので、何らそんな過度な負担を課すようなものではなく、むしろ胸の張れる、そういった証しで企業があること自体が企業にプラスになるような条例だと思いますので、まあ、今回の条例はさすがにご可決いただけると信じておりますのでよろしくお願いします。この条例が通らないぐらいでは本当に SDGs の街とは言えないと思います。でそのことは市民もよく見ていると思いますから、今回の条例の採付についてはしかるべき4月に審判を受けられる方々ですから、よくよくご理解されて採付取られたらいいと思います。次に